マルコ・バッロッタは、イタリア・カザレッキオ・ディレイの出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは GK。セリエ A 及び UEFA チャンピオンズリーグにおける最年長、出場記録を保持している。相性は、ノンノ。地元のクラブである f c サン・ラッツァーロのユースで技を磨く。1981年にボローニャ FC へ移籍し、17歳の時に、 アマチュア登録ながら初めてベンチに入る。翌年に期限付き移籍した SS カザレッキを1921でプロデビューし22試合に出場した。1984年にモデナイ c へ移籍。6年の在籍でリーグ1188試合のゴールマウスを守った。1991年冬に加入した SC、チェゼーナでは出場機会に恵まれなかったが、 同年12月16日の対ジェノア CFC 戦でセリエ A 初出場を記録している。翌シーズンにパルマ FC へ移籍。バックアッパーとして33試合で出場した。1992から93シーズンにはリーグ3位と UEFA カップビーナーズカップ優勝を経験した。しかし翌シーズンは3試合の出場に止まる。同年に行われた。 UEFA スーパーカップでの勝利でも、ルカブッチの控えであった。翌年にブレシアカルチョへ移籍し32試合に出場するも、クラブはセリエ B に降格した。1995年から2年間 AC、レッチャーナに在籍し、1997年から SS ラツィオへ加入。主に、 バックアッパーだったが優勝した1999から00シーズン後半の猛烈な追い上げに貢献した。2000年にインテルナツヨナーレミラノへ加入するも静かな日々を過ごす。そして翌年から若き日を過ごしたモデナに移籍。初めてシーズンを通してスタメンで全試合に出場し、経験も資金も乏しいクラブを残留に導く。しかし2003から04シーズンの結果クラブは、 公格となり、自身は、スタディオ・アルベルト・ブラーリアを去った。セリエ B のトレビーゾ FC では、リーグ5位での昇格に貢献。シーズンオフに親しいスタッフがラツヨに移籍し、プレイヤー兼コーチとして招いたため同クラブへ復帰する。アンジェロ・ペルッツィ・アマッテオ・セレーニの怪我で、出場機会を得て8試合に出場。翌シーズンは11試合に出場し、 クラブは、インテルと AS ローマに次ぐ3位でシーズンを終え、UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2007から08シーズンを最後に、スタディオオリンピコを去り、フルスモデナのゼネラルディレクターに就任。しかし翌シーズンの開幕からクラブは会に低迷し、2008年9月に辞任した。2008年より、地元のアマチュアクラブに所属し、フォワードとしてもプレーした。 2014から15シーズンからエッチェレンツァの ASD カステルベトロディモーデナで選手兼任 GK コーチを務める。同シーズン限りで現役を引退した。2018年7月、バレーゼカルチョ SSD のディレクターに就任した。2005年10月23日のローマダービーに先発出場。ディノゾフの持つセリエ A 最年長記録を41歳203日に更新。 最終的に44歳38日まで記録を伸ばした。2007年9月18日、UEFA チャンピオンズリーグのオリンピアコス FC 戦で、同大会における最年長出場記録を上回る。2007年12月11日、UEFA チャンピオンズリーグのレアルマドリード戦で、ゴールマウスを守り、同記録を43歳253日とした。ありがとうございます。